はいどうも、VIP です。やってきました、VIP です。よろしくお願いします、VIP ですがですね、本日の動画はですね、結構久々のガチャ動画となってもされてます。かなり久々でしょ、まあ、ちょっと引っ越しの期間でね、空いたんで、動画がね、少なかったってのもあると思うんですけど、ガチャめっちゃ久々っすわ。多分TS が最後なんじゃないかな、多分。ということで、ちょっとお知らせ見てみましょうか。はい、ということで、こちらですね、野手でしたね。いや、ファースト来るから思ったけどな。ファースト来たら暑かったんすけどね、清宮選手とか、大山選手とかね。ライジングあります。え、ライジング行っちゃおう、これ、今日。今日この動画でライジングスカウト引いちゃいます。いつもやったら、こう S ランク出たら動画即終了ってやってたけど、野手と一緒に出てこられたら、もうこれはついでに引きますわ。はい。でね、今回ね、僕がね、注目したいのは、まあ多分サムネにもなってると思うんですけど、一人ね、多分ね、シルエットなってるでしょう。このね、今回追加された A ランクのこのね、柳田選手です。はい。この柳田選手の追加がめっちゃ嬉しい。まあ、柳田選手も復活したかのようにめちゃくちゃ打ってる。復活がまあもう、元からすごいんですけど、今めっちゃ打ってる。打率も3割5分ぐらいでしょ。だからね、多分おそらくセレクションに選ばれるんじゃないかなと思ってるんで、今のうちにね、このね、A ランク集めてくることをお勧めします。はい。これマジ大事ですよ。うん。セレクションが一番ね、行き続くからね。うん。ということで、早速選手見ていきましょう。はい、まず西野選手ですね。西野選手はね、僕ね、バスターでサヨナラ打ったイメージしかないんですよね。え？サヨナラやったっけ？去年の日本シリーズで確か打たんかった？西野選手、バスターかなんかで。そんなイメージがある。うん。バスター西野って感じ。バスター西野。で、近藤選手、この近藤選手がサムネになってるかちょっとわかんないですけど、守備がね、侍ジャパンの時よりめっちゃ良くなってるんすよ。やばい。え、今センターとレフト守ってんの、コンちゃんって。ライトのイメージあんねんけど。ソフトバンクで今レフト守ってんの。で、特能は変わらずって感じですね。能力がちょっと落ちたけど、侍から。ただ強い。多分今回の目玉っすね。大目玉。はい、そしてライオンズ栗山選手。栗山選手まだ出んねや、Sランク通常で。39番。じゃあ39歳。ごめん、間違えた。すごいね、もうレジェンドでしょ。阿部俊樹選手、楽天の阿部選手ね。もうずっと中日のイメージあるから違和感あるわ。楽天の阿部俊樹、今なんかもっと打ち方なんかね、なんかこうこんな感じになってないね、こんな感じよね今ね。ポランコちっちゃ、え、ちょっと待って、ポランコちっちゃない、見て、こっからポランコちっちゃ、え、ポランコだけ望遠レンズでめっちゃ遠くから撮ってるでしょこれなあ。ポランコだけ距離あるでしょこれ、撮影の左のスペース空きすぎやこれ。ほんでここもう一選手映れるぞこのスペースで。え、うん、以上。はい、そしてアルカンターラね。アルカンターラもね、まあ広角、超ライドラ広角なんで、多分ね、目玉っちゃ目玉なんすよね。ミートが低いけど、アルカンタラ結構使ってる方多いよ、プロでも。はい。川端選手出んの？やば！川端選手もレジェンド、あ、今日35、え？川端選手35歳？ 3 つしか変わらん。あ、いや、もうなんかもっとレジェンドかなと思ったけど、35歳なんや。あ、太田選手出るんや。守備は、あ、守備めっちゃ下がってる。パワー比流し打ちチャンスね。なるほど。結構ね、今回育成ストリートで太田選手の打ち方多かったっすね。この打ち方誰っていう方を結構ツイッターで見たけど、太田大使やてと思いながらずっと見てました、僕は。はい。おー、原口選手。原口選手も代打かな。あ、代打、あ、代打ついてるな。今もっとバット短く持ってるようなイメージあるな。中地こそレジェンドでしょ、もう。40ですよ。ベテランや、もうベテラン。広角がね、あるんすよね、ずっと中地。だからね、巨人純正からしたら結構重宝されるんすよ。ああ、そして堂林選手。お、ライドラ。堂林選手ね、超広角ライドラ粘り打ち。うん。まあ、パワーがね、まあ、昔のアニバの時とかに比べたら低いけど、まあ、純正民からしたら結構ね、欲しいっすよね。あ、鵜飼選手出るんや。鵜飼選手が、広角外れてるな。これね、初級広角、え、超広角やった。いや、初級、広角ローボールヒッターような気する。けど、広角消えましたね。なるほど。ってことは、あんまり鵜飼選手の価値がね、なくなったな、これ、取る。はい、ということですね、欲しい選手がね、いないです。はい、今日いないっす。なので、まあ、純正やってる、中日の鵜飼選手取ったら、もう即終了。いや、鵜飼選手引いて、これ行こう。うん。鵜飼選手出たらもう下行くわ。いや、ま、中地も欲しいけどな。まあ、今日いつか出るやろうな。いつかね、こんだけガチャ引いてたらポーンって出るわけで。はい。まあ、話したいこともあるんで10連目行きましょう。昨日の動画見てもらった方はわかると思うんですけども、打率ランキングの1位の方から直接 DM 来まして、名前の方変えてましたね。はい。別に悪い意味とかなくて、ただこうなんか僕のこと好きで名前を変えて、リアタイやってたら1位になってしまって、そっからもうね、ずっとリアタイやってないらしい。もう2ヶ月3ヶ月ぐらい、だからずっと打率7割6分2厘から動いてなかったみたいで、はい、
でなんかこう動画は見てたらしいんですよ。僕のもプロスキーはやってないけど動画は見てる感じやったらしくて、で動画でそういうこと言われてたから焦って名前変えた言うてましたね。もうちゃんと DM も来たし、まあ僕も全然怒ってないですよって、わざわざありがとうございますって、これからも動画見てくださいっていう感じでね、和解させてもろたんで、はい、皆さんね責めないでね、うん、まあ責め方ないけどね、うん、特に別に Twitter とかもバレてないし、うん、責めようがないけど、はい、っていうねことがありましたという和解があったところで、スランク出てないな。まあ、まだ20連目やけど、30連目確定やけど、まあ、30連目で出すけど、はい、笑って笑わんのかい、うん、まあ、これね S ランク出たら自チームの選手 30% なんで、まあね結構狙いやすいガチャとなってるんで、まあ、今回ね出てる選手で欲しい選手いる方はまあ引いてもいいんじゃない。いや、まあ、無課金は引いたか、うん、もう無課金はねどのガチャ引くねんと、ビップよ無課金どのガチャ引いたらいいんやと、うん、僕もわからん、はい、もう任せます。もう自分が欲しい選手が出た時に引いたらいいですよ、はい。でまあこの後ねエキサイティングとか来ますし、まあ、エキサイティングが60連確か選手確定なんで、確定で引けるんで、はい、あざす、終わりです。これ、はい、これもうかい選手引きました、ありがとうございます、はい。早っ、最近ガチャ運いいな、うん、これだって多分ねうかい選手確定なんですよ、うん、ありがとうございます、はい、もっと場所10連まで行くよ行くよ、はいはいはい、はい、あざでこれちょっと早すぎるから中地引いていいな、多分出るわこれ普通に、これ中地引きますわ、はい。皆さん昨日の WBC の特番見ました、またロスだったでしょみんなね、僕もロスだったわ、でしかも結構裏話とかもあってね面白かったっすね、うん、大谷のね憧れるのをやめましょうそのくだりも、あれもなんか試合前にみんながトラウトのこうサインボールをもらってて、いや憧れてるやんっていうねそれを聞いて大谷がちょっと怒って憧れるのやめましょうって言った説がね浮上してましたね、はい、あれおもろかった、うん、まあ俺やったらもう憧れるのをやめましょう、うん、試合前にサインボールもらったりそういうことやめましょうって言います僕やったら、はい、うん、まあけど欲しいわな、うん、そりゃ欲しいよ。さあラスト、ここでもう中地パーツ出して、もうこれ社員になるんじゃん、社員、ほらほら、もうこれ社員になるんで見といて、ほら、これ2枚引きあるんちゃう今、流れ星からのレインボーやったよね今、これ2枚引きあるな多分、あるよ、はい2枚引き。これね怖いのが、まあ最後笑ったらよ、最後笑ったら2枚引きなんですけど、これ怖いのが2枚とも中地、そのパターンが一番怖い。これ前あったんですよ2枚ともビシエドみたいな、はい、さあどうなる、多分これ2枚中地いくんじゃん、もうこれ2枚中地引いてライジング行こうぜ、2枚中よこれ、はい、おお、セーフセーフセーフってことはこれはで10連目中地 OK ってことでライジング行こう。さあもうこれで S ランク出た瞬間に動画パン終わります、はい、いつもそんな感じなんで1回目エナジーが足りません、何、はい、ということでいきましょうか、ライジングね。これね、まあ、知らない方はね多分いると思うんですけど、最近始めた方はこれね、購入回数ごとに確率が上がっていく、 S ランク出る確率が上がってきて、 S ランク出た瞬間にこのガチャ終了なんですよね。ただ上がっていけば上がっていくほど S ランクの確率が上がっていくわけで、例えば何ていうんですかね、もう最後の方行くと全員 S ランクみたいになるんですよ、 100% になるんです最後、100% なんで、もう6枚とも S ランク、5枚かな、うん、5枚か6枚 S ランク出るっていう確率になるって、これセーフですね、はい。なのでこれはね、あ、6枚か、6枚とも S ランクっていう奇跡もありますんで、最後になれば。だからおロペス確か今日1番上がってきたよね、マッスラ、なるほど。まあね、最高確か俺7回か8回やったり気するんですよね、多分大丈夫この辺まだ、はい、セーフ。こういうね、欲しい選手がいない、こういうね、欲のない時にね、最後まで行くんすよ。最後だから結構行くんすよ。大丈夫、大丈夫、全然大丈夫。はい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 。これ結構3回目超えたら行く気がするよ。うん。どう？さあ、4回目です。ある？ある？マジだ。おいおい、これ行くんちゃう？はい、どう？5回目です。結構、これの俺さ、もう出えへんと思って、誰が出るかね、うん、8% やから2枚引き全然ありますからね、これ飛ばしましょうか、はい、2枚引きとかあるんじゃん全然、はい、ちっか